ああ、私の大好きな釣り YouTuber さんがまた。これも食育の一つとして大事なことなのにどうしてなのかしら。どうしたの、キツネさん。ほら、ちょっとこれ見てちょうだいよ。ん？なになに？魚をさばく動画をアップしたら広告外されてしまいました。ああ、そういえば最近、YouTube もルールが厳しくなったって、いろんな YouTuber さんが話してたね。確かに今や YouTube は、老若男女問わずいろんな年代の人が楽しく動画を見ているから、不意にショッキングな動画を見ないように、暴力的なものとか流血シーンのあるものとか過激な動画に制限が自動でかけられて安心な部分もある反面、こうして魚をさばく映像で血が映るだけで広告制限がかかる場合もあるみたいね。鹿やイノシシとか哺乳動物をさばく映像ならともかく、魚をさばくなんて一般家庭でもごく当たり前のことなのに、これじゃあどうやって魚が切り身になるのか知らない子も増えてきそうね。安心ではあるけど線引きが難しいところだよね。でもまあ、いろんな人が見てるサイトだから、どんどん厳しくなるのはしょうがないのかもね。は。それなら早いところ、あれを紹介しておかないといけないわね。ん？というわけで今回は、チンクイムシについて紹介する。ちょっと。ストップストップストップ。なんで邪魔するのよ。YouTube のルールが厳しくなってるって話してばっかりなのに急になんてこと言い出すの。このせいでチャンネルが消されたら全部キツネさんのせいなんだからね。いやいや、何想像しているかわからないけど誤解していると思うわ。そもそもチンクイムシが何の生き物なのかタヌキさん知らないでしょ。それも確かに。もしかしてチンチンに噛みつく虫かと思ったんじゃないかしら。早とちりしててっきりそうじゃないかと。そうだけど。もご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 。キツネさんの暴走を止めないとやばい回だぞこれは。もう何するのよ。YouTube のガイドラインなら毎日舐めるように見てるから大丈夫よ。それに、肝心のブツの写真も出したりしないから安心してちょうだい。YouTube 以前に法律として当たり前だよ。チンクイムシというのは、海の中に生息している生き物で、海水浴客やサーファーなどがよく狙われ、注意喚起も出されているんだけど、サメやクラゲなどに比べるとあまり聞き馴染みがなく、知らない人も多いと思うわ。僕も、そんな生き物が海にいるなんて初耳だよ。具体的に、どういう場面で遭遇するのかというと。結構、暑い夏は海に限るぜ。海に入る前は先にストレッチしておけよ。足つるぞ。プールの授業じゃないんだし、行って行って。俺が一番乗りだ。テンション高いなあいつ。お盆も過ぎたしクラゲに気をつけろよ。わかってるわかってるって。おいどうした？足がつったか？それともクラゲか？違う。どっちでもなくて、チンチンが痛い。これはひどい。海に入ると姿も見えず、どこからともなくやってきて、人間の体にチクリとする。海から上がっても、そのピリピリとした痛かゆさは収まらず、慌てて薬を塗っても、赤いポツポツが全身へ広がる。皮膚を噛まれた瞬間に電流が走ったような痛みが走ることから、チンクイムシという名前が付けられたけど、肌を晒して海を泳ぐサーファーたちも、この発疹がクラゲによるものではないとわかるものの、病院に行っても、その原因を特定できないこともあるそうよ。うわ、だいぶひどい状況だけど大丈夫なの？刺されても痛みや症状が全く出ない人もいれば、発熱を伴う腫れを起こす人もいて、一説によると、海岸付近や波打ち際に多く生息していると言われているわ。SNS で調べてみると、実際に、チンクイムシの被害に遭った人の投稿もあって。最近サーフィン行くんだけど、チンクイムシに食いつかれてかゆい。去年やられました。跡が残って消えません。死ぬほどかゆかったので皆さん気をつけてください。子供たちが足にこんなブツブツができて、ダニにやられたと思ってたけど。もしかしてチンクイムシの仕業？こんな恐ろしい生き物が海に潜んでたなんて。僕今週海に行こうと思ってたけど、やっぱりキャンセルしようかな。まあまあ、キャンセルする前に、チンクイムシの正体を知ってからでもいいじゃないの。彼らの真の正体は、ズバリ、エビやカニの仲間である十脚目の赤ちゃん。つまり、プランクトンの一種であるゾエアのことを指しているのよ。何この宇宙人みたいな生き物。ゾエアは、体長1から3ミリ程度の甲殻類の幼生のことで、その姿はまさにエイリアン。エビやカニには、
似ても似つかないような見た目をしているんだけど、甲殻類は卵から帰るとプランクトンとして海の中を漂い、大人へと近づくために変態を繰り返し、変態を重ねるごとに脱皮をして姿を変え、生息場所を移して成長していくのよ。変態するチンクイムシ。でも僕の知ってるエビとかカニと全然姿が違うんだけど、本当に赤ちゃんなの？ええ、普段食べているエビやカニの成長した姿は知っていても、小さい頃を知っている人はあまりいないわね。彼らはお腹に卵を抱えて赤ちゃんを守り、時期が来ると海面にそれを放つんだけど、ズワイガニのメスの場合は約5万尾の赤ちゃんが孵化すると言われてるわ。めっちゃ子だくさんだ。まず最初に生まれてくるのはプレゾイアと呼ばれる妖精。ツルツルした大きな頭と細長いお腹が特徴的で、大きさはたったの3ミリ程度。体を2つ折りにして激しく運動し、海面の光に向かう様子から蚊の幼虫のボウフラにも似ているわ。ここからどうやってあの姿になるんだろう。ちなみにプレゾイアはたった1時間で脱皮して次の段階へと成長するわ。早すぎない？そして次の姿がさっきも紹介したゾイアね。プレゾイアに比べると若干大きいものの、それでも数ミリ程度でかなり小さく、1ヶ月ほどで脱皮を行い、1期から2期へと成長するものの、一回り大きくなる以外は特に変わらず、泳ぐ力がないから潮の流れや波の満ち引きで漂っているだけなんだけど、背後の部分から長いトゲが生えているのが特徴で、これで安定性と浮力を確保しているのよ。確かによく見ると全身トゲトゲしているよね。普段は自分よりも小さなプランクトンを食べて生活しているわ。そんな小さな世界でも食物連鎖が起きてるんだな。ちなみに5万尾もの赤ちゃんが生まれても海底がエビやカニで埋め尽くされてないのは、このゾエアも小魚の餌となる食物連鎖に組み込まれているからなのよね。ゾエアは2期になってから約1ヶ月後に再び脱皮して、メガロパやフィロソーマなど各生物の特徴を持った幼生最後の姿へと成長するわ。マキシマムザホルモンとなんか関係あったりするのかな？それはメガラパね。メガロパは頭や体の部分はエビっぽいけど、足やハサミの部分はカニのようなユニークな見た目よね。ズワイガニの幼生であるメガロパの場合は、海底近くで浮遊生活をするようになり、胸部にある付属肢と呼ばれる腕を使って海の中を泳げるようになるわ。この姿で約1から3ヶ月を過ごした後、脱皮を行い、チガニとなって海底生活を始めるようになるのよ。そこまで成長してようやくカニの仲間入りなんだ。そういうこと。チンクイムシもトイゾヤーも海の中で必死に生きているわけね。でもこんなトゲトゲした生き物が噛んでくるとかちょっと怖いな。噛まれた写真とかポツポツ腫れてたし、もしかして毒とか持ってるの？いいえ、チンクイムシは特に毒など持っていないわ。それじゃあなんであんな風に腫れてたの？それはおそらくだけど、甲殻類アレルギーが関係していると思うわ。チンクイムシはさっきも話した通り海面を漂っているだけなんだけど、甲殻類アレルギーを持っている人の体に触れたり、トゲの部分が皮膚に刺さってしまうとアレルギー反応が起きてしまい、体中に赤いジンマシンや発疹が出ることになり、痒いからといって患部をかくと細菌が皮膚に感染する飛び火の原因となり、中度のアレルギーの人は発熱、アレルギーがなくても免疫力が低下している人は腫れることがあるわ。症状は確かにアレルギーとめちゃくちゃ似てる。チンクイムシに刺されると痛みを伴うというのは共通しているんだけど、それから痒くなったり腫れるかどうかは個人次第だから、アレルギーの有無で症状の出る人と出ない人がはっきり分かれるんじゃないかしら。なるほど。ちなみにこれって避けることはできないの？チンクイムシを避ける方法についてもいろいろ調べてみたんだけど、これをすれば 100% 避けられるという方法は見つからなかったわ。残念だけど、みんなのチンチンには犠牲になってもらうしかないわね。いやいや、見殺しにしないであげてよ。まあそれは半分冗談だけど、ある程度の傾向と対策があって、諸説あるものの、チンクイムシは海水の温度が高くなってくると発生すると言われていて、日本では春になる4月から5月のゴールデンウィークにかけては特に注意が必要なんだけど、クラゲと違ってお盆前を問わず海水の温度が高い9から10月までは刺される可能性があるわ。え？それって4月から10月までずっと危ないってこと？極端な話そういうことになるわね。11月以降に海に入るとか寒すぎるよ。その中でも特に危険なのは7月の一番暑い海開き後あたり。チンクイムシは泳ぐ力がなく、潮や波の流れに乗って移動する生き物だから、水の循環がゆっくりな内海の瀬戸内海、
鎌倉方面も要注意スポットと言われ、潮の流れがとどまる湾上の場所や海岸付近、潮たまりや波打ち際を避ければ被害に遭いにくくなるはずよ。それともう一つは、刺されないように肌の露出を減らすことね。服を着て入るとか？それも多少は有効かもしれないけど、肌が直接水に濡れる時点で服の中に入ってくると思うから、肌が露出する部分にはワセリンを塗っておくのが有効ではないかと言われてるわ。ワセリンってお肌を守るやつだよね。そうそう、油分で肌を乾燥から守ってくれて肌荒れを防いでくれる優れものなんだけど、おそらくワセリンの油分が水を弾いてチンクイムシもガードしてくれるのよ。それかもう一つは、ウェットスーツやラッシュガードを着て肌を覆うこと。こうすれば物理的に刺されたり接触する心配はかなり減らせるわ。チンクイムシ対策だけでそれはちょっと大変すぎるような。あと男性の場合はチンクイムシのトゲが引っかかりやすいすね毛を剃るのも有効と言われてるわね。もしかしたらそっちの毛を剃るのも有効なんじゃ。それ以上は言わせないよ。でもここまでやっても半透明で数ミリ程度の微細な生物であることから 100% 対策することはほぼ不可能。何度も海に行く予定のある人は刺される覚悟で海に入るしかないわ。それじゃあ刺された後の対処法を教えてもらおうかな。もし海中で痛みを感じたらすぐに上がって落ち着いて患部をチェックすること。痒みが出てきても絶対にかいたりせずに氷水で冷やしたり軟膏を塗って対処すること。ほとんどの場合は症状が出たとしても数日から1週間ほどで自然に良くなっていくけど、痒みが収まらずひどくなるようだったりアレルギー体質の人は病院に行きましょうね。現時点ではこれといった治療法がないからすぐに完治させるのは難しいけど、何の腫れなのか理解して書いたりこすったり悪化させるようなことをしなければ回復していくはずよ。とりあえず落ち着いて対処するしかないんだね。そうね、命に関わるものじゃないから刺激しないこと。刺激すると跡が残ることもあるからね。 100% 対策する方法はないけど 100% 刺されるというわけでもないから、過剰に恐れたりパニックになるのではなく被害を最小限にする知識を入れておくこと。そうすれば海の中でチンチンに激痛が走っても落ち着いて対処できるはずよ。いや、そこに激痛が走って冷静な男の人はいないと思うよ。変な生き物チャンネル。以上がチンクイムシについての紹介よ。ああ、勉強にはなったけど年齢制限かかってないといいな。何言ってるのよ。この動画は卑猥なものじゃなくて偉大な解説動画なのよ。みんなも海に行くときはチンクイムシに気をつけて、虫刺され薬でも持って行って備えましょうね。あ、でも、股間をチンクイムシに刺されても金管だけは塗らない方がいいわよ。なんか危ない単語がビュンビュン飛び交ってるな。ああそうそう、チンクイムシってシラスの中に紛れ込んでいるって聞くから、たぬきさん一緒にサブチャンネルでチンクイムシ探してみたって動画撮影してみないかしら。キツネさんもしかして YouTube に喧嘩売ってる？今日の動画はここまでです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 Twitter もやってるのでそちらのフォローもぜひ。それではまた次の動画でお会いしましょう。